あ、ニップ塗るので待ってね。なんか言いなりする。気のせいか。超音波みたいなの。すごい下しか塗ってない。まあまあまあ。こんばんは。二度塗りリップ。明るめの色をのせた後にこの暗めの色をかかった、ここうやることでお口の形をきれいにグラデーションができます。色が違います。2個塗るけど赤色を中心、下目、中目。面白い、人のメイクに対して面白いってやめた方がいい。それは女の子とかメイクする人の気持ちが分かっていないわ。昨日ありがとう。あ、こちらこそ。偽始めましてのくだりをやったやつね。ノリ始めまして、演技した。初めて知ったみたいな。紹介を受けてる友達っていう設定でしたね。こんばんは。眩しいかも。やっぱなんかキーンってなってるけど、みんなの配信には入ってない？あ、キーンってなってるって言った瞬間消えた。なのかそっちなのか分かんない。なんかずっと言ってるよね僕は常時そうなってますみたいな。 Go はエアコンです、ずっとなんか言ってるイメージどんなイメージだよって感じだけど。あ、タワー当たってる。リュウさん、お代理クマちゃんタワーだね。ありがとう。私2月中に2月のタワーやる予定だったんだけど全然無理だった。宛名とか全部書いた。こっちも赤赤全部ほらいるでしょ。もうイラストまだいやー3月に入っちゃった。ありがとう。まあこの2日間配信してないのであれなんですけど、皆さんタワーありがとう。え、本当に私のなんだろういいところなんだけどイラストを全部変えてるから浮かばなくて、それでちょっと時間、とりあえず2月1日分を終わらせなきゃいけないんだよ。あとね、あと4名の方言ってないんだよ。ヤーマンさん、ザービアックさん、広島子、パセリさん、土の子さんいたら言ってえ、そう、すごい、この2冊分。あ、これ、あ、もう2冊分って言って嘘なのバレた最初のパックだけ。あ、もう逆だ。いた、ザービアックさんいた。ザービアックさんのちょっと2月1日の卒業発表の時に投げてくれてるので、あの節分の季節だったんですよ。だから鬼熊タワーっていうのを投げてくれてて、あのお気に入りのイラストです。鬼熊タワーありがとう。あの節分の豆のなんか木のやつの中に入ってるっていう3人でかわいい。ザービアックさんタワーありがとう。遅くなってごめんね。マスか、マス。もう1ヶ月経っちゃった。5、4、3、2、1。ありがとう、ザービアックさん。遅くなりました。ありがとうございます。他にいる方いますか？さっき名前を呼ばれた方で。
はい、ありがとう。こちらこそ遅くなりました。あ、全然全然。多分ね、配信ね、いたんだけど、私がその日なぜかね、これをね、言ってなかった時あったよ。だから私の責任もありますわ。なぎささんがツイートした通知が来た。あとヤーマンさんと広島子パセリさんとちのこさんですね。絵柄ダブって付け足すパターンでアレンジしたら、まあそれは投げてくださった方が 言ってくださるならそうするけど、でもまあここまでやってきたんだよね。でもなんか投げてくださってる人ほどいらないっていう、いや嫌な言い方じゃないよ、いいよって、そういうつもり投げてないからいいんだよってお話し会とかでめっちゃ言われるんだよね。やだって言ってるから、私がやだって言ってるから、そう、私があの望んだ道なのこれ。けどなんか締め切りに追われる漫画家みたいになっちゃって、確かに優しいバーサス優しいオッケー。握手会のサイン会では1枚覚えとるよ。それでもね、十何枚とかそういう「ありがとう」って5枚とか「大好き」4枚とかだっていけるけど、そういうこっちゃないんじゃないですかそういうこっちゃないから。そうだって、なんかまあいなくなるまでにはいなくなるまでにはやりますでもあの多分ありがたいことに、多分また最後に多分一番ラストの配信とかはありがたいことになんかみんなプレゼントしてくれそうだなって思ったりもするから、そのそれはもう書きません、書けません書きません。でもそう、書かないから早めにっていうのはなんか寂しいから嫌だかもそうなんだろう、終わりをなんか終わりをそんな感じないでほしい。そうですね、今日最終活動日が出まして、ちなみに私は最終活動日年内には決まっていましたまあ言ったよね、発表の日に、卒業発表の日に。そう、私は他のメンバーと違って、そう、あのみんなは発表してから卒業公演が決まるみたいな、発表してから最終活動日が決まるっていう流れなんだけど、私はその絶対そのそれこそも発表されたか言えるんだけど、絶対オルビスホールがいいっていうそう、兵庫がいいじゃなくてオルビスホールがいいっていうので動いてもらってたので、年内の時には4月6が今のところ確定出そうですって言ってくださってて、みんなと逆だったんだよね。でその間とその時にはまだおきちゃんも発表してなくてそうだから、なんか多分言った順わかんないけど結構後々になっちゃって、じゃあ1月中にお願いしますって言ったんだけど、それも公演がそもそもなくて2月になっちゃった。私はだから最後を知ってたからよりね早めに言ってあげたいっていう思いがあって、そうそう、なんでそう、多分私がね、あのそれこそ卒業発表の日に思い出の地に立ちますって言ってたんですよ。みんな思い出のうち兵庫いろんな場所に立ってるから、どこだってなって、ジーベックとか思った方とかもいると思うんだけど、あと最終審査の場所でやったよねとかそういう思い出もあったから思ったと思うんだけど、私がオルビス選んでる理由としては、その確かに最初に立った兵庫の場所ってもうオーディション会場の地をやっぱオーディション会場だから確かに言われてみればそうなんだけど、選んだ理由としてはやっぱりステージからの景色がすごい綺麗だったんですよ。ペンライトの光がなんか天井の白い丸がいっぱいあって、そこに反射してなんか夜景みたいな、その時にしかできない景色がすごく綺麗だと覚えがあったのと、あの見やすいんですよ、どの席も後ろだから見えにくいっていうの、傾斜があるっていうのもあの頭に入れさせていただいて
だからそれで決めました。そう、個人的なあの思いもあるけど、会場のその景色がすごい綺麗だったっていうのと、見る側の皆様も傾斜があるのでっていうので決めたので、そんなあの南の思いもあるけど、なんかそのそれも考えた上で、見にくいけど私の思い入れあるのでみたいな感じではなく、みんなのことも考えつつ、思い入れある場所はやっぱ何個もあるんですけど、みんなのやつも考えつつ考えたって感じ。ほら、最後尾の席だったけどよく見えました。そうなんでしょう、いいんですよね、オルビスのなんか地形というか会場のなんか、あ、そう、それそうなの、ホームページ見たけど見たことない感じ、そうなの、なんか見たことない感じなのそう、なんかね、すごいんですよ、円型というか、なんというか、なん円型じゃない、なんて言えばいいのかな、そう、それはすぐ頭に入れました。そう、そうそう、めっちゃ天井綺麗なので、ぜひあの黄色と白がいっぱいのペンライトでその光景をファーって見ながら最後を迎えたいって言い方あれだけどそう、当選するかとか、まあ受付まだ始まってないので、そんな受付する前からそんなハラハラしないで、アンフィシアター、舞浜、何がアンフィシアターかオルビスって感じだよね。え、アンフィシアターって舞浜じゃないの、うんあれあったっけ、あ、形がね、そういうことね、そうそう、愛し似てるよね、舞浜と、わかる、めっちゃ思う、そう、どこからでもみーちゃんが見えると思います。オルビスホール、どんな会場っていう人は見に行ってみて、写真めっちゃね、あのちょっとね、交通の便的には駅近駅なんかちょっと大変だったりするんだけど、あの見る光景としてはめちゃめちゃいい気がする。UFO、確か昔は立ち見もありましたね、確かに、確かに、ちょっとこれ多分3分前に流れたコメントを思い出して言ってるそう、まあ、立ち見あったね、確かにあったような気もする。とりあえず前後の休みを抑えられた。あ、そう、あのメールとかいろんなとこで言ってたんですけど、そのいつもの感じの、いつも夜公演だとこの時間帯だからみたいな感じで予想して、その時で午後休でだったらもう3時に仕事あったらみたいな感じで思って、3時場所にも立地にもよるけどさ、そうキャパが意外と少ないです、そうかな、そんでなんだっけ、今日も忘れっぽくて、え、すべて忘れた。あ、そう、あの違う県っていうのもあるから、あ、そう、午後から休んだら違う県での公演って慣れ、あのなかなかないので、通常と違うこともあると思いますので、本当にその兵庫の4月6日朝から夜まで自由に動けるっていう感じで、想定で朝から夜まで。で、人によっては朝から動くなら前日になっとかんといけんなみたいな、夜までなら後半になっとかん、あ、後泊にもなるなみたいな人によってはなると思うので、それは本当に朝から夜まで動けるようにしててほしいってことだけ伝えておきます。
なんかその日にち取ったのにその時間帯は無理だ、寂しいってなるから。あと私は一応兵庫のオルビスホールっていう時にできれば休日でお願いしますって、そのよっぽど無理だったら平日でもいいんですけどって、でもみんなのために土曜日がいいですって言ってたらそこも叶えてくださったから、あじゃまーってあじゃまーって感じだった。それは言っちゃった。なのでもう朝から夜まで4月6日はもう朝7時に公演始まる OK ぐらいのノリで、あ夜の10時から OK ぐらいのノリで感じててだって私決まってないからね、卒業公演が昼公演なんだ、昼なのか夜なのか。みんななんか今までの通例で卒業公演といえば夜でしょって思うかもしんないけど、わかんないからね、決まってないからね。昼だけど終わる可能性も全然あるやん。夜だけど朝かもしれんな、言われてへんもん。そうそう言われてへんもん、何も言われてないもん、出てないもん。みんな今の流れでどうあの夜の1公演ってことは1公演の時は何時からだからみたいな、昼1公演かもしらんやん。分からんやん、土曜日だから夜じゃなくてもと思って3時とかからかもしらんやん。ね、3公演はやらんな。確かにやらんじゃないよね、やるかもしんないよね。そう朝昼夜かもしらん。でそうだから3公演3公演じゃない、朝から夜まで動けるようにしていたらより心配なきっていう、心配なきと思ってます。昼チャートリオル花だれを願ってる、あそうだね、もうチャートリッチ最後なんだろう、確かに。あでもこんな言い方したらやらんやみたいな。ね、いつが最後なんだろうね。とりあえずひなとサラピの生誕祭出るよ。そうひな、あ受付昨日で終わったんか、すっとぼけたんじゃないのか。お私の演技力勝負ですね、今の演技だと思うか。いつものボケ、あのあっていうやつなのか。まあで詳細は全て出た時に分かるさ。ねチケットだからまあ基本なんかいつ発表になりそうですかみたいな感じに言ってたら、おそういつ発表にありがとうなる感じですかねって言ったら、受付が始まるタイミングがだと思いますみたいな感じ、受付と同時にぐらいだと思います。え遅ってなって、2月の時ね、2月中旬ぐらいで遅くないと思って、いつもなんか発売遅いじゃないですか、2週間前とかで遅いじゃないですか、え遅くないと思って、えじゃあはい3月の初めがいいですって言って、それはなんでですか、なんで、みーの日だからって言って、なんかもう全部私日にち指定して、分かったじゃあミーの日に、分かった何もない日だったらなんでその日なのってなるかもしんないけど、ミーの日に発表しましょうって言って、受付は後日だとしても土曜日だとしても早めに言って多分そうないから、でもなんでじゃあこの日になるのって思われたらあれあのそういうあれですよね、説明が必要なんですよね、だからミーの日でって言ってお願いします、私はミーの日にミーの私の全てを発表するっていう感じでいきますって言って、あそれならいけそうだねってなって、そうそれならその意味合い大事だね、説明できるの大事だね、そうですよね、何事も仕事は希望だけじゃ通らない、あの説明込みで希望が通すものだから、ミーの日でって言って、もうミーの日って言った瞬間ミーの日っていう人は誰一人いなくて、あなるほどねオッケーオッケーって感じでタンタンタンって決まってって
トントントンと決まってて、その日にあの会場も全部書いてくださいって言って、そうトン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 って、やっぱね何事も説明できてると叶うもんなんですよ。なんか何々がしたい、なんでなんでなんでってできたら何事も要件は叶わないんですよ。企画というものは全てを説明して成り立つものそうだからトン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 って、すごくない？ミーの日って言って誰もハテナに思わない私の大人からの私のキャラクター、あ石田なら言いそうってそう石田っぽいって、あのミーちゃんっぽいねって、大人にも思われる私のキャラクターみんなが見てる私と大人が見てる私っても同じだからさ、みんなに全てを出してるのと同じで、何もなんか作ってないというか、そうだからもうまんま思ってくれて、みんなが思うみーちゃんぽっていうのをまんま思ってくれて才能本当優しい。結果オーライですね。ちなみに私はハッシュタグ3月1日はみーの日って勝手に決めて、実はあと2日勝手に決めてる記念日があって、これ勝手に言って勝手にメンバーに勝手に言ってるけど、明日があのみつきの日だから、で明後日ひなの日だからすぐ並んでるの。これ3年前ぐらいから言ってるんよ。そう3月2日はみつの日でみつきで、3月3日ひな祭りでひなの日。でもすごくない？みつきの卒業公演がみつきの日なんだよ。そう非公式記念日だけど私が勝手にやってるやつだけど、そうだって偶然だと思うの、私みたいなみの日でみたいなのを、みつきは絶対あのできるならどこでもみたいな感じだと思うから、偶然って思ってすごいと思って、そう3月4日は開発ね、みおちゃんみたいな、みおちゃんってお名前とかの子が入ってきたら記念日になるね、みおの日ってそう今日は私の日、あさってはみつきの日、しあさってはひな祭りでひなの日です。そんなひな祭りのひなの日はお話し会でひなと2人である格好をします。もうすべてのプロデュースをひなに任せたので、みーちゃんが決めるって、みーちゃんがひなと二人で決めあの着る服を決めるってなったら絶対選ばなかったようなものをひなが選んでくれて、えこう私が着るの、そうみーひんが着るのって言われて、はいわかりましたって言ってあのすごいわーって、みーちゃん絶対選んでないなってわかる格好します絶対あなたはあの介入してないでしょってバレバレな格好しますそうバレバレな格好します。逆にオンラインなんかオンラインで救われた説もあるかもしれない、私の心はめっちゃ私斜めってない？そうなんか私言ったもんね、ひなに私これ似合うかなってなんだ似合うよって言って信じようと思って信じます。全然着ないっていうかもう全然そうそうね、ツーショットなんで10枚目からオンラインサインもなくなってツーショットもなくなったんや、それはね知らんかったんよね。その10枚目は自分の中で最後と思っとったけど、そんな10枚目でオンラインサイン会もなくなってツーショット写真会もなくなって、はいなんかなくなってるってなったもんね。それはあの受付とともに私も知ったというか、あなんかでも時間は長くなってるんだなみたいな、そうへえってなったそうだからめちゃめちゃメールファンクラブ SNS 等で写真は載っけていけたらいいなと思います。ファミでは絶対着ないです、はい、あれは一人で着る勇気はない、二人いてひなが選んだんだなって分かる空間だから成り立つ会社あそうね、でも
感謝悪自体なくなっちゃったんだけど、なんかある意味感謝悪なくなったことも利点だったのかなって思いもあって、私卒業発表が本当後半だったじゃないですか。でもで前回のシングルの感謝悪全開放してなくて、全部の日程がマックスの部じゃなかったんですよ。っていうことが、早めの受付最初に発表してくれたらありがたいことで、みんな最後にって思いもあって、みーちゃんファン以外の方もゲットしてくれる方も多いから多いからもしかしたらその時点だったんだけどと思うけど、この感じでいくとやっぱ最後の月の時にしか発表後じゃなかったから、それはそれでまあ全て自分の中でマックスとしてできてるのかなと、なんか心残りもなくたらればだけどさ、もちろん全開放するように頑張ったけど、それは変わらずね、いつもたらればだけど、ちょっと少し心残りっていうのもお互い多分思っちゃう、お互い優しいじゃん私たちなんかあの時私がもっと匂わすときばみたいな、なんかとかみんなも逆でみーちゃんの匂わせを感じ取ってればみたいななんか少しでもそのなんか鎖というかさ、そういうのがないってこないってことにおいては、まあある意味利点ではあったのかななんて思ったりもしなくもないですよ。ここだよ、見つけた。そう、なんかポカポカしてきた。こう暖房とこのパジャマはね、ポカポカセット、鼻炎なもので花粉症なので。何の話、なんでこの短期間で鼻炎と花粉症言われてる。私があまりに鼻をすすってるからあまりに鼻をすすってるから。鼻炎なんで詰まってなくても鼻水出てなくても癖で吸っちゃうんですよって別に垂れてくるでやってない、なんか癖なんですよね。もう、あ、匂わせの話ね。時差があるとね、一個前の話すぐ忘れるからすぐ忘れちゃうからさ、自分が話してる途中でも忘れちゃうからさ、3分前の話とか時差で、あ、3分はないけどすぐ忘れちゃうんだよね。コンペイトーだ。確かに、しかも私いろんな話をさ2点3点というかポンポンポンみたいな、あ、1部の話終わりの10秒後には2部の話始まってるみたいなポン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 って進んでいくから、よりよりより忘れちゃう。まあ、ということで3月3日ミーの日に全て発表しましたあとは多分開演会場時間は、あと出演メンバー等は受付と同時に発表されると思います出演メンバー自体はなんかあの介入しておりませんのでそう、なんかね、卒業公演だからその子が選んだ子なのかって思われがちなんですけど、あの、そう、選べないっていうか、その選択するっていう選択がないというか私はあの介入はしてないので変な、なんだろう、発表前にそんなこと言うのもあれなんですけど、運命、そう、任せて、なんか、うん、そうね、介入はしてないです。そう、なんか例えば匂わせの匂わせみたいなけど、花垂れ公演だと日替わりユニットとかもあるじゃないですか。そうそう、日替わりユニットとかで誰とやりたいとかは通るけどみたいな日替わり曲どっちやりたいこっちとかはいけるけどみたいなぐらいのニュアンス。そう、私なんかもうみんな出たい、出たいってみんなに出てほしいから、なんか選べるってなっても私はその選べる権はあの大人に委託しますわやだ嫌だ嫌なので
そういうの得意じゃないので、苦手なので委託します。そういう場合は私膝の上に、この膝の上の布団の上に乗ってるから、私がね体勢変えたら一緒に動くの。って感じですね、今日のトピック。今日のトピック30分で終わっちゃった。結構卒業発表した時に何人かの子たちが出たいですって言ってくれたんだけど、はあどうしようってなった。そうだよねってありがとうそう言ってくれて、でも私選択権ないから運命に身を任せるしかないって言って。あそうだ、ハーミの登録も今日だったんだよね。どうでした？てんてんてん、まだ全然ハーミの内容組んでないんですよね。明日の公演の帯同が担当マネージャーさんなので、そう担当マネージャーさんとその時に話そうって言ってて、何も、あら当選しました、外れました、当選しました、当たりました、外れてしまった。あらららら。あららら、人生だな。いやだってこれもだって介入してないんだもん。人生だなとしか言えん。何人当たるとかも知らんのよ。でも二次選考ありますからね。外れたのはしゃあないと思ってる。なんで？前回当たったから、愛がないから。愛がない、嘘、間違えた。人生よ、なんか当たりの人もいれば外れの人も人生だなって。だから二次選考2月3月3日ひなの日から始まるんだから、18時。今の段階の一次選考でどれだけ当たってるとかもわかんないから、なんか何に当たるとかもわかんないんだけど、愛がなかったか。いやそんなことないでしょ。もう愛を高めて3月3日再チャレンジだよ。ちょっと近い。みんなに言ってないよ、画面に言ったからね。まあ真に受けんでくるや、愛がな足りない運の。でもそうプレミアムはもう多分近いの確定席ってやんね。でも会場的に変わんなそう。練り歩きしたいな、練り歩きじゃ。歌いながら。あ、カメコとツーショットだね。まだ全然内容を組んでないから、何をしたいも言ってないから、なんか今なら何でも言える。てんてんてん。プレミアムだと写真なのね。練り歩きあるん？知らん。あったらええなっていう。ダメって言われそうだけどね。じゃんじゃん。だから今はもう言うだけ。ん？まだ動いてないから。言うだけ言えば。かなうこともある。あ、プレミアムは、めっちゃ黙った。プレミアムは席がとても少なかったんだろうと解釈して2時にかけます。いいですね。
前向きシンキング大好き。あの会場は後ろどう見やすかった？東京のやつ？あ、本当？それはいいこと聞きました。東京初めてだから。前広島のエディオンだったから。エディオンね、あのステージが上だからね見えるんだよね。ステージが上のみんな上か。でも高いんだよね、高いから。あ、なんか江田島のお醤油屋さんの方が私の卒業の公演のツイートいいにしてくれた。浜これ一本の方これ一本初めての通所なので本当に、あ、本当楽しみ、嬉しい。これ一本。それこそあの出る出ないに関係ない子で言えば、磯貝かのんちゃんがなんで4月6なのってずっとミーヒンの卒業公演は4年前から行くって決めてたのに4月6は無理だよってかのんからずっと言われてる抜け出しておいでよって今ずっと言ってるそう4年前から言ってたのにって、なんで4月6なの、知らないよって言って今日も連絡取ってて、抜け出しておいでって今送ってる しかもなんか6の前後は休みらしくて返事返しとか人生だな。でも嬉しいよね、なんか卒業してもずっと仲続いてて、4年前からミーヒの卒業公演絶対行くって、どの場所でも行くって決めてたみたいに言ってくれて嬉しいよね。めっちゃ返事返してる、この子ね気分が早いの返した。あー、もうカノンが何時スタートってみんなみたいなこと言ってる。ごめん、私も知らないところみんなみたいなこと言ってるよ私もまだ知らぬのよと。みつきの連絡ってね、ちょっと塩対応なんだよね、悲しい。今みつきにも返事返した。明日はみつきの日って言っとこう。明日はみつの日だよ。全部全然喋っとる。感動の卒業の瞬間立ち会いたい。公演って大体2時間よね。神戸をね、うーんって。うーんって。受ける。奇跡起これって置くとこ。それこそ今 LINE 見て思い出したんだけどさ、私今日休みだったんですよ、この格好から分かる通り休み ですごい久々のお休みだったんですよね。だから昨日はもう全然最近漫画を読めてなくて、昨日夜更かしして漫画読んじゃおうみたいな思って、
嬉しかった、楽しくて、だから、ね、もう信じられないぐらいの時間まで漫画読んでたんですよ。朝の4時半ぐらいにさ、朝の4時半ぐらいに起きちゃんから兄ちゃん起きてって来てみたいな、怖っと思って、何っていう、何怖っと送ったらモーニング行こうって言ってみたいな、何時みたいな、7時みたいな、いいよってなってそう、オールでモーニング行って、もうそれはもうモーニングなのかも分かんない。そうでもなんかそんな、なんか気兼ねない存在だなと思った、お互いが、なんか私にそんな言っていいのかなとかもなく、みーちゃん起きてって朝7時15分ぐらいに集合して、そう15分ぐらいに集合してご飯食べて8時半ぐらいには解散した。で私はそこから寝た。そういい朝だねみたいな、朝に散歩するっていいねみたいな、をオール同士が言ってるので、出勤の人たちを見て偉いねみたいな、今から寝る子たちが言うのそれを。美味しかった。そうよ、美味しかったよ。楽しかった。私ね、あのモーニングあんま行ったこと、今まで2、3回で、コメダ以外のモーニング行ったのは2回ぐらいしかないんだけど、全部お姉ちゃんとでそうメールには送ってると思うんだけど、そう兵庫にいる時にお姉ちゃんたちの車に乗ってみんなに行くとか、お姉ちゃんとちょっと子供たちが学校から帰ってくるまでに行くみたいなやったわけだ。メンバーとモーニング行ったの初めてで、コメダのモーニング好きで、みつきに明日はみちの日だよって送った。みの日おめでとうってきたやっぱ今日って記念日だったんだでもすごくない、自然と適当なんか勝手に言ってるみの日の受け入れられよう、言い続けるだけあるよね。最初に言った時みんな何それだったもんね、みの日、まあ確かに3月1日、見えれば見えるみたいなぐらいだったのに、人って言い続けることによってこの日はみーちゃんの記念日ってこんなに広まってる。カノンが可愛い、行きたいなって4年も前から決めてたのに、カノン普段暇なのにって言った可愛いね、そう言ってくれるの。そうね、まあカウントダウンはね今日始まったんですけど、逆にどれだけその期間に楽しい思い出作れるか選手権じゃない。決めたみたいな、私が誰よりもみーちゃんの楽しい思い出を作るかっていう選手権の開催、ゴングを切ったんじゃない、スタートそうカウントダウンが始まったっていうよりかは、どれだけ楽しい思い出を誰が一番作るかっていう戦いが今幕を開けました最後の最後にみんなを競わせようとした、今ゴングが鳴りました、戦いですみんなには平和でいてほしいと言いながら最後は競ってもらいます。もうあれ南なんだっけ、あなたたちに今から戦いをしてもらいますみたいな、南ロワイヤルあなたたちにはこの1ヶ月ちょっとでみーちゃんと誰が一番楽しい思い出を作れるか、みーちゃんとどれだけ笑顔を共有するか、どれだけ二人で笑い合うか、それを戦って決めてもらいますってあ、ロワイヤルってそういう意味、平和な戦いよもちろん、やだやだ、そんな、そういうなんか銃とか出てこないよ。今からメール取っても、全然嬉しいよ、だって3月1日始まったばっか、嬉しい、やだやだ、みんなそんな、そっか、ロワイヤルって言うから、ロワイヤルって言ったがそんな怖い発想になるのね
違う。ロイヤルってそういう意味なの？調べよう。なんて意味なの？バトルがそっちの意味かと思った。争いの意味なんだ。やべやべ。ロワイヤル？ロワイヤルとはどういう意味ですか？ロワイヤル全然戦いじゃないんだけど、なんで？ロワイヤルって調べたらさ、フランス語なんだけど、なんで？なんでやねん。王室のって意味の形容詞で出てくる。なんで？ね、王の高貴な豪華な王室のみたいな。どっち？どっち？ロワイアルか。ロワイヤルって調べてるからか。あるね。あるってことか。ロワイアル。いや合ってるわ。王の高貴な豪華なで出てくるロワイヤル。あ、でもバトルロワイヤルのロワイヤルとはどういう意味ですが、大乱闘、乱戦、大格闘。怖っ、出てきた。確かにこれやべえ方じゃん。やべえ方じゃん。そういうのバトルみーちゃんとかの方がまだ可愛い。みーちゃんロワイヤルにしたからやべえ方になった。やべえ方じゃん、逃げろー。やべえ方じゃ。間違えた。こういう時やっぱ無知ってダメだね。無知ってダメだね。意図的な、意図してないあの思いが広がっていっちゃう。あ、バトルがついて派手な戦い。なるほどね。じゃあみーちゃん選手権。あ、うん、同じこと言ってる。びっくりした。誰だけみーちゃんを笑顔にできるか。ででん。第1回みーちゃんを笑顔にしてみーひん。ドドン、パフパフ。笑顔にしてみーひん、ドドン、パンパンパン。すごいね、一日寝てたからテンションおかしいわ。こっちゃ、こっちゃ。パフパフ。いいんだよ、このゆるい空気感で。ロワイヤルがやべえ方だったから。いいのよ、ほんわかで。これが石田みのりの企画力か。やだやだ、煽られてる。一日寝たのにむくまずか、嘘。でも二重幅は今日ね、やばかった。寝すぎて、メイクするときにずっとこうガガガガガってやってたから二重も治ったけど、それは多分むくみだね。もう10時じゃ、びっくりじゃ。すごい斜めてるね、すごい斜めてるね。写真集出してくれませんか。なんで、なぜ、なんで見たいから、写真集の私を。それはね、メンバーはどうしようもないんだよ。より本気ですって人ほどお問い合わせとかに言った方が絡んだよ。
なんか美月の連絡通知オフになってんねんけど、なんか間違えてるわ。なんでや、なんか音鳴らんなと思ったんや。さっきまで通知オフじゃなかったから多分今間違えたな。来年のミーの日までにおもろいことを考えとかなきゃ。お、これからもミーの日大事にしてくれるのね。やったー。トゥー、でもほんと1ヶ月ちょっとですね。カノン可愛いんだけど、なんかその仕事のその一日の流れがやっぱ今の段階では分かんなくて、その4月6日もね、なんか詳しく分かる時まで、その日が仕事は決まってるけど、もしかしたらなんか午前中だけとかお昼だけとかかもしれないとかさ、2時とかに終わって6時から公演だったギリギリとかあるじゃないですか。だからその仕事あるのは確定だけど、仕事のスケジュールがもうちょっと近くなってきたら調整分かるから、それ次第だねみたいな話をして、早く分かればいいねって送ったんですよ。なんだろう、それなって言った。でもあれ、もう見に来る人いっぱいで急がんと入れんくなるって聞いた。関係者席が多分大丈夫かの、今んとこ関係者のかのしか、うちの家族も行くだろうけど大丈夫、あのカノン多分大丈夫よ。急がないと入れんくなるって連絡来た。大丈夫、今んとこカノンだけだよって。カノンと家族だけだよ。かわいい。かわいいよね。確かに関係者うんぬんって、私も家族は呼びたいじゃないですか。何人まで行ける、家族がな、家族は、家族選手権が行われる、ロワイヤルだ。学ばないやつ。そうね、家族が3人までって言ったら、だ誰が行く、パパママお姉ちゃんって。誰が行くって。そうよ。戦いが勃発。パパはね、ちょっとね、あの俺は行けて当然と思ってるから、普通にナチュラにパパは行くとして、あと2人どうするって言いそう。なんかの時にあったんですよ、なんか何人しか入れないみたいな、何人までしかダメだったみたいな言ったら、パパは行くとしてあと1人どうするみたいな、普通に言ってきて、何で行くの確定してんねんみたいな。みんなからそうツッコミされとって。そうなったよね、なんか覚えてる。なんと確定してんのみたいな。でパパは多分、俺はやっぱ行くの確定としてみたいな、あと誰行くって多分絶対言う。家族エリア作ってもらえるんじゃないの、家族が来たいですって。もう今まで話してないから、そんな作ってもらえるとも言えんね。あら、朝日新聞の NNB さんの担当の方もいいねしてくださった。通知が来た。チケット取って最善にいたりしないかな。なんかこの関係者の話してたら、みんなは今からチケットのね登録とかあるから、なんか関係者いいなって言うかもしれないし、チケット取って最善にいたりしたら、逆チケットで取った方がみんなの枠狭めるんだから。関係者席は客席じゃないからね、あのなんだろう、わかんない、オルビスホール あの関係者席がどこかわかんないけど。そうそうそう、
みんなの枠を取ってほしくないから、逆にそれは、それ逆にあのご家族の分の数ファンの人入れれますって言われたら、私ファンの人選ぶそうよ、それもパートは家族も相違だと思う。それは確かに大事だねって言ってくれるから、別枠別枠、そのなんだろう、それこそチャートリーのクワトロの平日の時とかは本当は2階席まで入るんだけど、ちょっと平日っていうのもあって2階席は入ってなかったから、そういう時は普通にみんなが座るようなとこも座ったりするけど、そう大丈夫、私は家族のこと大好きだし家族と仲良しだけど、それはみんなとは別ジャンル、家族好きだからって、家族を絶対入れるって。それでプラスファンの人がプラスアルファで追加でいけますの方がいい。だからまあ多分別枠の席にはなると思うんだけど、一応家族の話聞いてファンの人の席と介入しますかっていうのも確認して、しませんって言われたら家族の話を関係者席に下ろしたいねっていう、ちょっと介入しちゃうかもですって言われたら一回考えるかな。でもしないと思う、今までしたことないから。そう、思いますけどね、ちょっとそれは確認してって感じですね。ないわ。お母さんから連絡来てさ、見てんじゃんママから、パンダムさんタワー投げてるよって私のギフト欄にないと思って危ねえ。ありがとうパンダムさんタワー、私気づいてなかったね。ママの写真をスクショっておきます。ファンダムさんタワー来てたよって言うてなかったと思ってって連絡来た、ありがとう。でも私のギフト欄にいないのなんでだ、ありがとうね、遅くなったね、結構前だよね絶対。なんか私のギフト欄にはなんかいないんだけど、ありがとうね、多分優しいから自分からね、いいあのそういうつもりで投げてないからいないよって感じで多分いてくださったと思うんだけど、あのお母さんが写真送ってくれて、お母さんの写真送ってきた瞬間の私の顔がってか、なんかヒーンとかうんと顔じゃなくて娘の顔が娘の顔がって顔になってるママのスクショのタイミング、ママの娘のママの娘のじゃない、ママのスクショのタイミングってなってるありがとうママ。ママはね、そう私も意図的ではないんだけど読み飛ばしちゃったとか、表示されない時もなんかバグなのかあって、そういう時ママが絶対連絡くれるそう、スクショタイミングがってなってるけどではなってるけどね、いつも教えてくれるよ。ほんとだ、おひな様投げてくれたのね、ほんとだ揃ってる、ひな祭りの始まりだ。でもうち三姉妹だったから三人感情がなんか三姉妹の中で思い入れがあったなんか女の子ってなんかおひなさまとかあだいりさまだけど、うち三姉妹なので三人感情がうちらやーって言ってこれが長女、これが次女、これが南みたいなそうっていうなんか三人感情の思い入れのがなんかあるこのなんか秘釈持ってんのが南でみたいなそうなんかうちのひな祭り
うちのひな人形あの三人漢字までなんです、あえて。そう、その下に多分右大臣左大臣っていると思うんですけど、うちは三姉妹だったから三人漢字までなんです。三姉妹だもんね、可愛いでしょ、意味合いがある三人漢字まで。女の子のお祭りじゃないですか、うちさ女の子3人だったから、ひな祭りが誕生日かってぐらいすごかったよ。そう、5人囃子は切ってます、だってうち5つ子じゃないから。5つ子じゃないから、もうなんか3人間中にそれほどなんか思いを込めたというか、そう、でもほんとすごかった、ママが料理作ってみたいな、パパがなんかビデオ夜に回すビデオをなんか充電しててみたいな、イネイとお姉ちゃんたちはまだまだみたいな。だから結構ひな祭りの動画あるよ。そう懐かしい、もう大人になってビデオを回すのはなんか甥っ子たちの運動会とか甥っ子たちのなんか演劇発表会みたいな時にしかも動画回さないんだけど、そう昔はもう多分めっちゃまめに回してくれてて、そうなんかねビデオの思い出なんかあったんだけど忘れたな、もう久しく見てないから今度帰省した時みたいな。昔のねパパたちがね、ママあれ多分昭和配信でママに話しかけちゃった、あれだよね、あれあれって結構昔のビデオだよね、一応平成なんか昔のなんかでかいの、今ってどんどんなんか小型化していくけど。ママに喋りかけちゃった。一応平成なのかな、多分一応平成のカメラだけど、そうでかくて、そうあのカセットがカセットなの、わかる、なんかあ、え、わかる、あのカセットのやつ、カセットガチャって言ったら再生されるの、カセットなの、これぐらい、テープ、そうテープなんだよね、そうテープ型のビデオで、でなんかテープの背表紙に南誕生日とか書いてるの、ひな祭りみたいな、あ、なんかおめでとうって泣きそう。情緒なんかなんだかんだね、自分のなんかなんかさ、なんか今日おきちゃんとモーニング行ってたじゃないですか、なんかおきちゃんとモーニング行ってて、それコメダのそのモーニングセットにプラスアルファでヨーグルトのヨーグルトをつけたんですよ、あれなんか元々のセットに入ってなくて、あ、そうビーン買っちゃった開くやつ、そうそう、でまあ始めあって話戻っちゃった、そうあのヨーグルトがね追加でつけれるんですよね、でそれこそおきちゃんがそのコメダのヨーグルトはめちゃめちゃなんか多分いいヨーグルトにいい蜂蜜をかけてくれてて、なんかすごく美味しくて、おきちゃんがこういうなんか蜂蜜をかけてもらったヨーグルトを食べるとなんか昔のことを思い出してみたいな、で自分も小さい頃朝ごはんにヨーグルトに蜂蜜かかってたなと思うとすごく大事に育てられたんだなって思いますね、ときちゃんが朝から言って、確かにって、そうだねみたいな、そういう手間をかけてまで美味しいものいいもの健康的にって考えてやってくれた、確かに大事に育てられてるねって話は朝の7時からずっとっていうのを今ビデオで思い出した。なんかね特有のそのビデオビーンガチャだかやつは特有のなんか匂いがあって、あ臭いとかじゃないなんか熱みたいな匂い、あ熱くなるんですよ、ウィーンみたいな、そうめっちゃ懐かしいな、明日から家族にする、えそう蜂蜜って意外に高いんですよ、だから一人暮らしで買えなくて買えないこともないけどなんかちょっと贅沢な、いいと思う、家族にその蜂蜜のヨーグルトいいと思う、うん、懐かしい、そう確かに壊れちゃう、いつ壊れてもおかしくないか早く見なきゃ、私家族と遊園地行ったことなくて
そう、まあ、もともと福岡に住んでて、福岡の時は多分ママが働いてなくて、主婦なんか記憶上「働いてたよ」って言われたらどうしようだったから、多分融通もついたんだけど、遊園地とか私が小さすぎて身長とかも足りんから、ママとお姉ちゃんとママの女の子の お友達とお姉ちゃんたちは行ってたけど、私はパパとお留守番してたりとかして、兵庫に引っ越してきてからママが共働きになったのね。そうだから遊園地に家族で行ったことがなくて、でも私以外の家族は4人で行ってるの。それこそベスチュー入ってからなんかね、三重旅行してるよね。知ってるよ、あら隠されてはないけど、三重になんか行くみたいな4人、まあ、家族4人じゃないけど、これパパママ長女次女次女家族、次女家族かな、次女家族行ってないかな、分かんないけど、おいっ子たち行った。そうで、なんか三重のなんかあの屋台買い物通りみたいなとこ、私も誘われたんですけど仕事だって、島かな、そう島スペイン村わかんないや、そうだ伊勢だ、そうそう、そこら辺でおかげ横丁みたいなあったか、そうそれがあって、でなんかその食べ歩きおかげ横丁かなんかに行くっていうのだけ聞いてたんですよ。近くに遊園地あったから遊園地も行ってきたって言って、ママがめっちゃジェットコースター乗ってた、だからパパがビビってたみたいな、何その素敵な思い出と思って遊園地行くまでは聞いてないと思って、どうですかパンって、私だってペナント行きたいって思って、おかげ横丁も行きたかったけど、まあそれならいいかって、仕方ないねと思って、遊園地行くなんて聞いてないと思ってなんかブーって言った、怖い、なんか LINE 来た、ママかな、怖いよ怖い、誰だろうもえママからさ、ママだったんだけど、あ覚えてる、もママとしか会話してない今、こんなに全世界に公開してるのにママとしか会話してない、覚えてるママ覚えてるわ、あれだ福岡ね、あの私が踊らなかったやつでしょ、なんかちいちゃい子たちは なんか前に出てきてって言われて踊らなかったやつでしょ、思い出した、なんかママから連絡来て、福岡でスペースワールド行ったよって、小さいかったから覚えてないんだろうねって来たから覚えてるあ、そうあったの、なんかスペースワールドってそう覚えてる、なんかちょっとリアルな人形がいるとこだよね、覚えてるスペースワールド行ってた行ってた、そうなんかあったんですよ、そのなんか パレードショーみたいなんで、なんか奥さんたちはこっちにみたいなでなんか同時に多分映像も回してて、その映像が多分分かんない、親が撮ってたのかその映像を買ったのか分かんないんだけど、ミネと次女が行っといでって行かされて、なんか周りの同じぐらい年代の子はうわーみたいな、うわーって言ってる中、ミネと次女だけ棒立ちの動画を見、なんかあの家に帰って見させられて、そうなんかこういう時に楽しまへんからみたいな、こういう時楽しんだ楽しいのにってなんか言われた記憶ある、そう家でなんかそのこのみたいな動画をテレビで接続してなんかみんなに見せされて思い出した思い出しためっちゃ思い出した、すごいね、一つ記憶が蘇ると全部思い出して今逆にママここまでの記憶ないと思う、そんなのあったってスペースワールド行ったのは覚えてるけどっていう、そこの掘った記憶は私の方が持ってる覚えてる
そう、多分めっちゃ人見知りだし緊張しいだしステージとかめっちゃ苦手なんですよ。アイドルになってるけどね。そうだからそんな私が今多分ぐちぐち言ってたから、私遊園地行ったことないんだけどとか、ママからはにゃんって行ったでしょ、あなた、あなた行ったでしょ、ありました。まあ、そのこのように人が言う文句って、あの何の確証もないこともないので、人から文句言われた時気にしないようにおすすめします。こんなこともありえる。反面教師にしてください。ディズニーランドでキャストさんと、いいね、マジディズニーランド行ったことない。ユニバはもうめちゃめちゃやばいほど行ってるけど、ディズニーは、でもディズニーも三姉妹で行きたいねって話しよう。そう行ったことない。よいしょ、私の膝とともに動いてる。でもひなと卒業旅行はしたいなって言ってた。ちょうど岩石ディズニー期待したいって来たんだけど、そんな多分岩石に可愛い、岩石って2人でずっとキャッキャしてるから、岩石は絶対ディズニー似合うなとか、ディズニー行く岩石可愛いなって多分想像してくれて、岩石ディズニーって今コメントが来たんだけど、確かに岩石で卒業旅行しようってなってるんだけど、私たちが計画してる岩石旅行は温泉旅行って。もう落ち着いた、落ち着いちゃった、私たち私たち落ち着いちゃったよ、渋谷の旅行になっちゃった、温泉旅行行こうっつって落ち着いちゃったよ、温泉にゆっくり使って美味しいご飯食べてゆっくりしようって言って、浴衣とか着れるとこ、可愛い浴衣とか着れるとこ選んでみたいなまったり過ごそうみたいなそう、それこそ大分とかめっちゃな考えたりとかして、まあ、全然決まってないけど行こうねって言ってるでも全然あの確かにアトラクション系のものは一切出てこなかったね、二人の会話の中で。そう、なんか温泉街のご飯が好きで、でも私温泉旅行行ったことあんまなくて、それこそニャーポッポで島ね行った時がほとんど初めてぐらいなんだけど、そう覚えてる限りね。そうけどめっちゃ楽しくて美味しくて、できればあれ、館内着で、館内着じゃない、浴衣を借りれて、その浴衣とかその館内着のやつで、なんだろう、通りにある食べ歩きもできる温泉街があるみたいなところがいいなみたいな、あそう温泉街で食べ歩きができるところがいいねみたいな。そう、私めっちゃインドアだけど、旅行行った時はめっちゃアウトドアになるから、そう、まあ全然ね、お互いまだ卒業決まってる身だけど、お互いまだ卒業のことを深、なんだろう、もう最後だ、もうすぐだみたいな思うよりかはまだまだだと思って楽しもうって感じだから、全然日にち決まったりとかは絶対してないけど、そう、でも全然県も決まってないから、瀬戸内になるのか瀬戸内外なのか関東なのかみたいなも、九州なのかみたいな、それも全然わかんない、ゆっくり決めようって、もう急いでもないのでゆっくり決めようっていう感じですねそう京都も行きたいって言ってる。京都はなんか在籍中に行きたいけどね、でももうね、ありがたいことにね、なかなか行ける時はもうないかもしれないけど、それはそれでいいんだよ
ごめんね、なんか定まらん。髪伸びたな。そうだね、まあ3ヶ月髪切ってないわ。そら伸びるわ。3ヶ月髪切ってない。まあそんな感じで思ってます。あとあれだ、今日メールのしようと思った忘れた、あ、須田キュンの収録を、あ、今日じゃないんですけど休みって言ったから、須田キュンの収録もこの前したので、またラジオ出ます。明日ホケラジ聞けたらいいなと思ってます。明日公演なんだけど、多分公演後でも間に合うと思うので、そう、明日ホケラジ聞けたらいいなと思ってますね。先週分、そう、3月3日が放送日になるから、別にその日でもいいんだけど、まあ早めの方がいいなと思って、明日聞けたらいいなと思いつつ、明日が思ったより帰ってくる時間が自分の中で遅かったら、まあ3日に回そうかなっていう。お話し会だから多分早めに帰ってくるので。そう、あ、そう、誤差のやつ。いや、誤差だから本当に。まだね、みーちゃんと一緒に聞くよって方まだ聞いてないと思うから、ネタバレはしないんだけど、なんか何とは言わんけど、朝と夜で絶対違うから。だからあんなに誤差ならもうほぼあれだから、一緒だから、ほぼ正解だから。せや、ミリは誤差や、しかも 0.何歩はもう誤差でしか、あ、じゃあ 0点はもっと。ミリは5歳。タワー、おタムユさん、タワーだ、すごくない、これ全員いるやん。ひな人形すごい、全員いる、タワーありがとう、タムユさんありがとう。また書くね。書き書きしますね。書き書きしますね。ありがとう。卒業公演も待ってるでいい。ファンミ、あ、ファンミ、え、ファンミ当たったし、ミーの日もあるしです。あら、ファンミ当たったの。おめえ。すごいね。ファンミまだ内容何も決めてないから。漠然と自分の頭の中にはあるけど、企画として落としてないから、もうほとんど何も決めてないのと一緒。ありがとうタワーね、みんな。朝から筋トレなので寝ます。お、お仕事なのでとかじゃない、筋トレなの、新しいね、おやすみ。新しいね。新しくない、私あの筋トレとかはしたことがないから、あのレッスンとかでやる以上以外でも、なんか鍛えたらなんか精神落ち着くっていいよね。髪の毛切りたいな、そろそろ。なんかまた斜めってる、さっきこっちに斜めってたのに、次こっちに斜めよう。卒業公演前に、いや、切らんね、切らんと思いますわ。
整える程度では切るやろうけど、卒業公演前ギリギリには切らんし、なんならもう3月上旬には切っといて、きたいな。長っ。ホームルームの岩石の話し合いした最高でした。安心。あ、そうだね、私ホームルームだホームルームは耐震じゃなかった。ありがとうございました。ホームルームも楽しかった信じられないほど美味しかった。でも、ね、結構ね、人騒動あったんですよ。人騒動なんかひなちゃんがさ、ちょっと体調崩してたじゃないですか。それはね、あの本当にお大事にだし、ゆっくり休んでって思ってて、でもその体調休んで29日、あの大丈夫かなって、ひなちゃんの体調的に大丈夫かなと思っとったんですよ。でなんかで朝にひなもいるはずのやつが、ひながいなくて、朝私その日3個仕事あるって言ってたんですけど、その1つ目のやつはひなもいる予定のやつだったら、ひながいなくて、え、大丈夫かなと思ってたの。体調治っとらんのかなと思って、その時に今日の放課後ホームルーム大丈夫そうみたいな連絡を入れたんですけど、全然既読もつかなくて、全然それはいいんだけど、ひなってあの多分にほとんどの人がさすがにこの時間だから寝てるはないでしょっていうことを全然やるっていうかそう、眠り姫なんですよ。だから仲いいんですよ、私たち眠り姫同士だから。だから全然寝てる可能性も、なんだろう、体調は多分体調、その朝のやついなかったのは多分体調うんぬんね。それはさすがになんか寝てて、あの寝てていなかったとかじゃなくて、でも多分夜までに回復をしようと多分思ってくれてて、配信もあるしね。だからそれでゆっくり休んでる間に起きてないのではないかっていうだからひなが、誰もひながその来るか来ないかが分かんなくてそう、で私はその前にあの別の仕事あったから、あの事務所にいたんですよ、もう1時間以上前から。で私はもうご飯食べたりして待機しとって、でなんか担当マネージャー、ひなの担当マネージャーさんが、岩田の連絡が15時から返事が返ってこないみたいな、あらみたいな、寝てるみたいな岩田15時から既読がつかなくてみたいな、寝てるんじゃないかなみたいな、なんて汗みたいな。で放課後ホームルームの担当の方が、もしひながそのもう直前でやっぱ来れませんってなった時どうする、みなみみたいな、一人でやる、でも岩石で申し込んでいただいたものだからみたいな、そう岩石で申し込んでいただいたものだから私一人は多分違う気がするみたいな、じゃあもう一旦そのあの晴れ戻ししたい方は晴れ戻ししてもらって、あの中止じゃなくて延期の方向にするみたいな。ですごい大人と大人もずっと電話してて、岩田がもしかしたらみたいな言ってる。で集合時間になっても来てなくて、これ本当に寝てるんじゃないかみたいなそう、もう集合時間、1分過ぎた、2分過ぎたみたいな、大丈夫かなって言ったら5分遅れて、すいません遅れましたって言い方できてみんながあの本当にあの舞台のようにガクッってなったガクッってみんながもうほんとみんながズコーってなってそうね、だからあの皆さん動いてくださってたから岩田さん謝ってくださいって言って、ひながすいませんでしたって言ってはい、じゃあ楽しく行きましょうって言ってそうで、体調は本当に大丈夫って言って、朝はすごいやっぱ体調があんま優れなくて、だからそれをあの直すためにゆっくり休んでて、携帯も全然見てなかったんですみたいな、それはまあ分かるよ、みんな見ないからっていうゆっくりゆっくり休んで、あの体調咳とかはねまだあれだったんだけど、咳以外の体調とかもできる限り回復してあの来てくれて、そう無理せずっていう。でもこうやってひなが来てくれたからより、あの岩石ホームルームはね楽しかったし大成功だったので、来てくれてありがとうの気持ちと、今日もゆっくり休んでねって言ってお別れした。
ひなちゃん結構眠り姫なんだよね。そう、夕方のレッスン、めちゃくちゃ前だよ、過去の話だね。夕方のレッスンにいなくて、チャートリのレッスン結構前にいなくて、え、チャートリにひなちゃんがおらんぞみたいな、でみんな連絡がつかないみたいになって、夕方のレッスンだからさ、さすがに寝てないよねみたいな、夕方だよってなって後日聞いた、夜の7時まで寝てたみたいな、あんた眠り姫だなって、みんな今大爆笑して、7時ってなってびっくりしたって言ってた、でめちゃくちゃもうびっくりしたって言って、眠り姫でも、こう言っちゃなんだけど、とってもわかるとってもわかる、そう、めちゃくちゃ寝てる日あるよねし、めっちゃオール夜行性なんですよ。でもでもひなと私の夜行性の違い、私は漫画とか読んでて、なんかあと1話だけ、あと1巻だけ、あ、やば朝だみたいな私なんだけど、それが私で、ひなは不思議で何もしてないのに寝れないみたいな、大丈夫って逆になんか、え、どうせまた漫画読んでたんでしょとか、アニメ見てたんでしょって、いや違うのって、天井見てたのって言って、天井ってなってそう、ひなたんってなって、そう、なんか全然寝れなくて、ひなね、日付回る前までにはベッド入ったのみたいな、え、早いねみたいな、そうなの、今日早く寝ようと思って、今日全然寝れなくてってそう、逆に心配だよっていう。そう、でもひなちゃんは本当ここ最近はすごくお仕事もめちゃくちゃ頑張ってて、朝から夜まで、そう、それこそ福エスがあってからの広島戻りで昼夜公演の前に朝に別の仕事やってたりとか、朝で東京で仕事してから広島戻ってすぐリハーサルしてみたいな、で昼夜してからのリアルお話し会があって、だからすごく頑張ってて、そう、より多分ね、今もともと体が強くじゃないから、より多分なんだろう、今充電期間中というかそう、めちゃめちゃ頑張ってると思う。めちゃめちゃ大変だったと思うから、ゆっくり休める時があったらいいなと思って、でも多分今日ゆっくり休んでる日ですよね多分、だからそのまた今日休んで明日笑顔のひなちゃんが見れるといいなと思うね。みひもお疲れ様。あ、全然、私はひなちゃんが公演してる時は、あ、東京で仕事あったんだけど公演とかではなかった、戻ったらもう休みだったので、なんだろう、感情、気持ちは楽しくても疲労の蓄積って本人にはどうしようもないからさ、しかもすごく責任感じちゃう子だから、気にせず休んでーっていう、あら、もう11時だ、あっという間に過ぎ去ってゆく、てれてれてて、あっという間ですね。でもできる限り3月は配信できたらいいなと思ってます。できる限り、時間はまちまちかもしれないけど、仕事の終わり時間とかが行ってみないと分かんないから何とも言えないやけど、あ、ひなちゃん今日はいいことあったみたい、あ、でも言ってたよね、なんか SNS でアイドルになってよかったって言って、ファンのみんながリプでいきなり行っても嬉しいみたいな確かに何かあったのかね、確かに嬉しいことがあってそう思ったんだろうね、そう、みんなにも明かされてないよねこっそり明日聞かなんかあって、ね、か
わいい、かわいい、かわいい、かわいい投稿が流れてきて。でもアイドルになってよかったって思う瞬間があったってことは、なんだろう、後々そんななんかパンって言えないってことは後々わかることなんだろうね。でそれはなんかな、そのつながる先はファンのみんなも喜ぶことみたいな感じな気もするよね。ひなっぽい自分個人のやつとかだったらと言ってくれそう。聞いたらスポお願いします。だからイネにもないしかもしれない。ミヒンすぐスポるからって言わないよって。わかる、アイドルになってよかったと思う瞬間が、そういう、それこそ兵庫で決まってよかったみたいな、オルビスでよかったみたいな。でそれはもう兵庫だとこう来やすい人もいるとか、いつもと違う場所だからこそ兵庫に花だれを持っていきたいとか、公園を持っていきたいとか、そうオルビスは傾斜がついてるからみんなが見やすい、だからアイドルになってよかったの終着地点はファンの方が喜ぶことっていうのはありますからね。頭に執着、結論そこにやっぱ至るからこそアイドルになってよかったと思うというか、でもひなもそんな感じのやつな気がするね。楽しみだね。楽しみですね。すごいポッカポカ。でも私今までおきちゃんとひなの話したり、おきちゃんの話して忙しいんだけど、おきちゃんと仲いいって全然、あ待って、土の子さんじゃん、タワーいつからいたの。タワーありがとう、見て私これすごくお気に入り、鬼のパンツを盗んだ白ゴマちゃん、ひどいぞひどいぞやから。やめて返してってやつです。ありがとう。よければ祝酒しておくれ。ゴー4 3 2土の子さん、お肉まだは2月1日の私の発表日なんですけど、ありがとうの遅くなりました。みんなが止めてるから、この子だけノリノリな。ありがとうね、遅くなって。今もギフトありがとう、ありがとうよ。兄のパンツはいいパンツ、すぐ静電気が起きた。そうで、おきちゃんと仲いいって意外に知られてなくて、でもそれって私たちがもう最近お出かけすることとかも日常すぎて、ある意味言わないというか写真も撮らないみたいな。でもあまりにも、あそうなのって、あのソラハとかにも知られてなくて、でなんかソラハに聞かれて、え、そうめっちゃ行くみたいな、月にで遊んどるみたいな、えぇみたいなって言われて、これはなんかもう言っていく、言って意図的じゃないけど、別になんか隠してもないから、なんかこれからあった思い出のことは伝えていこうみたいな感じに思って思い出したんですけど、この前おきちゃんとパジャマパーティーをしたんですよ。パジャマで集合してお互い好きなアニメを二人で見るっていうのがあって、おきちゃんと今アニメをずっと見てて、同じアニメを、で私と途中、私もおきちゃんも昔見てたやつなんだけど、そう昔見てたやつなんだけど、そうもう一回見直そうとなって、結構前に1話から6話ぐらいまで見たんですよ。でまた続きは集まろうってなったら、おきちゃんから「みなみさん見ちゃいました」って言われて、えみたいな、なんでって、どこどこ編まで見ちゃいましたって言われて、お前っつって、南と見るって言っただろみたいな、
やだって来ないじゃんって言われてちょそそってやるみたいなって でなんかそれで、あの黒子のバスケを一緒に見てるんですよ。でパジャマ、ほんとこのパジャマでもうすっぴんに上着着てマスクつけてあのクロックス履いておぎちゃんち行って、上着そう寒いから一応マフラーとかも入れて、そう行って、なんでおきちゃんなんかお互いもう過去に見た作品だから、あのおきちゃんがみあのもうその15話ぐらいまで見ちゃってたからそこからでもいいよって言ったけど、いやちょっと 戻ってみましょうって言ってくれて、そうだからおきちゃんからしたら最近見たやつで、私はまあすごく久々のやつをなんか4話ぐらい見たんですよ。で5話ぐらいかで5話ぐらいまで行ったら、おきちゃんがちょうど止まってたとこにあのなるみたいな、その5話ぐらいの見てる時におきちゃんがなんか眠くなっちゃって、あの丸々編になったら起こしてください、起きますみたいな、一緒に見ましょうって言って、私は絶対起きないなと思いながらはーいって言って踏んだら、やばい、これなんだっけ、このパジャマの名前ジェラピケ、ジェラピケモコモコ気持ちいいって言って、私のなんかなんていうの、お腹って言ったらなんか可愛いかもしれないけど、なんかすごいあばらのところになんか寝だしてもう痛い苦しいと思いながら、私はおきちゃん家のソファーでもこうなりながら、ここにおきちゃん抱えてジェラピケってすごいって言いながらそう、うん、ずっとジェラピケってすごいって言いながら、みなみがとかね、みなみさんにくっついてねよとかじゃなくて、ジェラピケってすごい、何このモフモフって言いながら、私のなんかあばららへんで寝ててそう、なんかあばらでんてのおきちゃんの上に腕を置いて携帯触りながら見てて、そう私もその日おきちゃん家に寝たもん、そのままで朝帰った。そう、そうなんか本当にジラピケの魔力とか言いながらなんか本当になんか寝ぼけてんのかふざけてんのかわかんない、なんか眠る直前までなんか実況してて、ジラピケの魔力ってすごい、ええー、みたいなのずっと言っててそう、私もおきちゃんが泊まってるとこで、私ももう先行かずに泊まって、そう携帯こう触ってて、だんで私も寝てて、朝に帰りました。だからまた見なきゃいけないか、また多分集まる。おきちゃんもジェラピケ着てるんだよ。そう、それの写真も撮ったの、また送るよ。足がピンクでおきちゃん水色だった、すごいねって言って、でおきちゃんがジェラピケは自分が着るものじゃないのかもしれないみたいな、これもこう寝ながら言ってて、ジェラピケは自分で着るものじゃなくて、着てる人を枕にするのが一番最適ですって言ってなんで何言ってんだろうこの人みたいなジェラピケは自分が着るよりも着てる人を枕にすることが一番最適な使い方って言いながら人のことを枕にしてた。面白いでしょってぐらい仲いいんですよね、本当に。でも知られてなくて、でもそれって本当に仲がいいからこそ写真も撮らないし、ご飯行ったことも別になんか特別なことじゃないから、おきちゃんとご飯行ったんですとかもなくて今日とかモーニングはちょっと特別だったからし、言っていこうと思ったから言って、そうだ、もう夜ご飯とかだけじゃなくて、もうすっぴんで集合とか、それこそ夜中の4時にモーニング行けませんみたいな、なんか仲良くなるとできないことだと思うから、それはなんか嬉しいなと思う。そう日常とか、おきちゃんとご飯行きたいなと思った日におきちゃんから連絡来る、今日行きませんって、まっと思ってたしたら一心伝心ずっと持ってきたなんか使う用語が絶妙に平成で可愛いよねなんかいいんだよっていうの言っとこここで言っとこでもほんとここ1年ぐらいだね、本当に急速に2人でお出かけがめっちゃ当たり前になったの。動物園もね行って、動物園の動画もファンクラブに載せて編集しなきゃそう、おきちゃんが編集終わったって言って今日見せてくれて、
めっちゃ上手だよ動画が。すげえ、さすが YouTube やってる人は違うぜってなった。そう、すごかった。だから私もやらなきゃって活力にもなったけど、あれよりすごいのはできねえっていう落ち込みにもなった。でもなんか動画をつなげたらそれっぽくなりますよって言われたから、わかりましたって言って編集しなきゃいけない。そう、私はなんか単発の動画、なんかメンバー、私多分みんなと動画のファンクラブの動画の使い方絶対違くて、私単発のなんか十何秒の動画めっちゃパン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 って載せていくタイプで、でも結構みんな2分半とか3分とか、なんかなんだろう、VV なんだろう、なんかお話し会の1日とか、キナだったらね韓国の1日の日常みたいな Vlog、 わしとみんなと違くて。そう私はなんか Vlog とか私がやっちゃうと多分本当に1ヶ月に1回ペースの更新になっちゃうから、本当にすごいよね私、長くて20秒とかの今日の服装って回転して可愛いかろうって言ったりとか、ブランコ漕いでたりとか、ブランコじゃない、そう吊るされてる椅子にこうやってカーってやったりとか、そうこうでっかい恐竜の中でキャー食べられるってやったら動画になったりとか、そうすごいよね。あ、そう最近の長いね、アニメート今からアニメートを案内したいと思います。あ、まず入るとここに看板があって、あ、みなみちゃんがいますね。それこそひなが撮ってくれたから、ひなの笑い声がめっちゃいいと。とか あれだね、あのプリクラの動画長いよね。なんかどうしても著作権で音楽無音になっちゃうんだけど、みつきとにゃーぽっぽとみつきとおきちゃんのやつ載っけてますね。みんなと絶対違うと思うけど、私はこれが楽しいんだよね。あとアニメートさんで買った缶バッジ開封動画。確かに YouTube のショート系だね。確かに本編ではない。あとヤンマガの動画だったりとか、ユミコが撮った動画もあったり、ファンミンの感謝告げてるやつとか。で、私がやっぱ一番あのこの秒数でこの面白さっていうのは、あの南中っていう動画。あ、間違えた、開いちゃった。南中っていう動画が、そう、シャープ15ですね。シャープ15の2023年10月18日に、公開された南中っていう動画が、あ、ちょっと殴れちゃった、危ね。あの秒数であの充実感。あれはおもろいですね。ちょうどひなから LINE 来た。言わないでください。隠してるんだから。言わないでください。南中の動画って、そう、まあ一言言うなら浴衣着てますっていう。まあ今ので気になる人がいるのか分かんないけど、そんな感じですね。だから今は動画はシャープ32まであります。シャープ32までありますね。懐かしい、初投稿出てきた。私は多分すごくこの単発の
動画がめっちゃ向いてるとか大好きでくだらん動画を昔から撮ってたんですよ。でも載せるタイミング逃しちゃって、でなんかみんなはいつでもいいよって言ってくれるけど、もうなんか自分の中でいいやと思っちゃって、なんか配信で見せたりとかしてたんですよね。それこそあのタマピオの動画をめっちゃ撮っててとか、そういう昔からなんか動画を15秒ぐらいの動画を撮る癖みたいなのがあって、自撮りとかなんかメンバーとの写真はあんま撮んないんだけど今日写真撮ってなかったっていうことはあるんだけど、動画は撮ってて、だから好きなんだよね、その動画の感じは。そうね、動画はいっぱいある。それこそあの美月葵ちゃん、マイハーの4人でやった時の動画もあるんだけど、載けてないでしょ、まだあるんですよ。載せる、まあ、でもそれも、13秒そう、それをなんかポン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 っていうのを載せていくのが好き。でも多分おきちゃんとの動物園が長くなると思います。でも出てくるのはほとんど動物ですかおきちゃんの後ろ姿みたいな、そんな動画になると思います。でもどうしようと思ってるのが、動画をさ、なんかアホでさ、動物園の動画で横で撮ったり縦で撮ったり、なんか交互になんかコロコロ変わっててめっちゃ困るんだけど、どうしよう、バカなの私ね、私枠なんか変、めっちゃだから変な編集になると思うんだけど、まあまあまあ許して。そう、最初らへんは縦で撮ってて、だから縦と横を1個の動画にしなきゃいけないから、できるよね、やったことないけど。だって同じ動物撮っても縦と横で変わるもん。動物園の動画、ライオンと私の動画もあるよ。横にしといて縦や、そういうことか。オープニングはこれですね、多分。動物園サイがいます、オキちゃんサイとミナミとオキちゃん行ってきます、行ってきます。いろんな動画があるよ、編集しなきゃ携帯見ちゃってたそう、サイとミナミとオキちゃん、まあそんな感じに3月やっていきたいと思います。そう、3月1日のちょっとあのいろいろ大事な発表があった日でもこうやってパジャマで配信してかしこまったりとかもなくみたいなそんな感じって、まあいい意味であんまりその残りとかを気にせず楽しいことだけ頑張ってあの行けたらなって以上そんな感じ。明日は美月さんの生誕祭と卒業公演ですね。でもなんか美月さんはまあ卒業公演をしたとしても月末にコンサートがあったりとか、それこそ写真集のお渡しが
あるから、なんだろう、まだいてくれるって気持ちもあって、多分本人も全然時間ない話してたけど、本人と喋っててはぁって本当だって当たり前だけど確かにと思って、もう一緒に公演出れないんだねってなってなんかまだいてくれるし、お渡し会とかコンサートとかもあるから、まだ美月と会えるとか、みちと会えるみたいな、みんなそうか、もう公演で踊ってる美月さんはもう明日で最後なんかってなって、それを葵ちゃんとウキちゃんと美月と4人でご飯この前行って、その時に話してて、そうこの前いつか忘れたけど、そう4人でご飯行った時に、結構ずっと喋った時に美月がそれをポロって言って、でもずっと公演立っとったから、公演がもう最後だったのがって言って、本当だってそう公演そっかってなった。それはすごく寂しくなった。なんかまだいてくれるかなとか、まだ会えるかなとは思ってたけど、別というかコンサートでまた踊ってる姿は見えるけど、この公演を踊るみつきちゃんは見れないのかと思って、もう切な寂しいだった切な寂しいでしたね。なんか本当公園の核みたいな存在だったじゃないですか、ゴゴリバの時から。そうで、僕声も手遅れコーションでの存在感っていうか、美月にしかできないなんかあれもあったり、譜面張力とか、セルフィッシュアミティーズ、セルアミも案外いてこその流れだったりとかもあって、本当なんか STU の公演の核だったから、本当にって核の存在。そうなんかそれが明日で最後なんかと思ったら、それはとても寂しい。会えるとか、まだ話せるとか、まだ姿見れるとは別のものというか、そう切なくなっちゃった。それは卒業公演だね。そうで、抽選があるとそういうことも起きちゃうよね。そうだから、その美月にとってこんなに陸上公演からいっぱい立ち続けた公演が、これからまだお渡し会とコンサートあるけど、公演はもう明日で最後だから、美月にとっても最後の公演がもう今まででいっぱい出てきた公演の中で一番楽しかったみたいな、一番幸せな空間だったって思ってもらえるように、なんか一緒に出演メンバーに選んでいただいたからには、一緒に思い出を作りつつも自分にできることを頑張っていけたらいいなっていう、そうっていう思いですね。そんな思い。でマイハがツイートしてたね、明日が楽しみだけど明日が来てほしくないみたいなマイハでもまあ公演自体は楽しみたいね。その思いのみ楽しめたらいいんです。何の髪型しようかな。でもあれ、なんかおもろい企画が決まってて、なんかスペサポのやつ、何あれなんかなんだろう、まだなんか楽しそうなの見っけて、なんかコンプラ、なんかタイトルコンプラしか覚えてないんだけど、コンプラ以外も多分言葉あったんだけど、コンプラしか覚えてなくて、コンプラを守りましょうみたいなタイトルで私何するのみたいな
私なんちゃらないと、な何をするんだろうっていう、なんかもうタイトルコンプラしか覚えてなくて、なんだろう、わかんないけど、なんかわかんないんだけど楽しそうすぎめっちゃ珍しいかな、なんかうちは勝手にか、メンバー的には珍しくなくて、世間からしたら珍しいか、このメンバー一期だからさ、おおって感じなんだよ。そうよく一緒にご飯行く面々だから、なんかよりなんか瀬戸内スピークイージーコンプラ厳守ナイト、なんだそれえ、瀬戸内スピークイージーって何、簡単に話すってこと、なるほど、どういうこと、ここだよ見つけた、そうなんだそれってあ、スピーク聞く、あれスピークって話じゃないっけスピークスキャポニーズで言わん、ちゃうよね、話すだよねスピークは聞くね、ダブル、そのダブル取り消せ私のこと一瞬でもバカにした、あなたをバカにしてやる すいません、全然間違いはあるものさ人のことをバカにしたらむせた、バチが当たった、バイガイジだ、スピークイージーは潜り酒場の意、お酒飲むのえ、でも面々的にマヒナがいるからな、ありえるな、ここっき確かめっちゃ夜だったよね、指さしちゃったごめん、夜だったよね、はあ、なんか、はあ、しかも一緒によくそうやね、ご飯食べるイコールもお酒もあったりするもんね、大人メンバーだから怖いえ怖い、でもなんか楽しそう、え、私たちがファンのみんなもお酒を飲むってこと、どう、わかんないけど、そうあのお酒検定取っとるマヒがいるからわかんない、マヒがその検定の用語を話していくのかわかんないけど、語源が聞かれないようにこっそり話す、そっちの方の意味なのかな、秘密のこと話していこうぜ、こんなもう夜だから誰も聞いてないだろう、コンプラを厳守して聞かれたくないこと話していけってこと、だからコンプラ、うわーなんかわかんないけど、わかんないけど、なんもわかんないけど、おもろいわ楽しそう、なんでも話そうわかんないけど、シークレットってことね、だからもう多分配信も入んないから、もうその場にいる人たちしか聞かない話、聞けない話ってことね、うわうわ、そこにおきちゃんいるのなんか怖い、うん、もしあのヘラヘラしてね、ずっと葵ちゃんとマヒナとおきちゃんがそういうのを話してたので、私と葵ちゃんめっちゃ方言とかはずっとヘラヘラしとこ、ヘラヘラして逃げよどうみなみみなみはどうヘラヘラしとこ、そうみなみも起きちゃうみたいに言っちゃえ言っちゃえどうしよう、それでいこう、でも分かんないよね、コンプラ厳守がタイトルに入るのがなんかのないから、なんだろうね
わかんないから多分想像が盛り上がりすぎてて全然普通のトークショーとかかもしらんからね、みんなからしたらなんだと思うかもしれない、今私の想像があれなだけで。そう、なんか今だから言えるちょっと辛かったお仕事何みたいな別に話せますよ。そうですねっていう。でもなんかわかんない面々的に楽しそうすぎて、それはそれはそう。メンツがもう楽しいの確定させてるって感じ楽しみ。だからなんかこの感じでみんなとまたねいろんな、なんだろう、新たな何かを見れるというか、新たなものを一緒に思い出として残せることが今の時に決まるのが嬉しい。いちごちゃんとみーちゃんと、間違えた、いちごちゃんがみーちゃんと話したことがないらしい。ない、俺さっきとほとんど喋ったことない。サッチーとひーちゃんと リサコしかない、リチャしかない。え、なんか人見知りでこれ言ったらさ、今までドラさん2期 2.5 期が入ってきてさ、人見知りですって言うためにさ、いや先輩行かなダメよって言われるけど、もうこれ先輩後輩に人見知りはもう関係なくて、人見知り、しかもなんか 2.5 とかは一緒に公園出る機会とかもあったりとか、会う機会も多かったり、なんか 2.5 一人で公園出る時もあったりとかして、その時にめっちゃ喋るよ、くるちゃんとかあずみとかノアとかりょうつんとかね、その一人で入ってきてくれて、うちらの花だれ会とかに、サンキちゃんとは会う機会とかもお話し会とかでしかないのと、基本的にみんなで話しとるからそこにいいって話せなくて、そう一人なんかお互い一対一とかだといけるかもしれないんだけど、そのミーヒンはそう愛から始まりますよ。そう、そう来てくれたら全然話せるんだけど、いけない。それこそ美月のソロツアーにひーちゃんがいて、浜田響ちゃん初めて喋った、えずっと喋りたかったって言って、ごめんね人見知りでこんな先輩でごめんみたいなそんな言われたとてひーちゃんもはぁはぁってなると思うけど、でもなんかすごくなんだろう、フレンドリーでめっちゃなんだろう話し上手ひーちゃん、なんかすごい楽しかったそう、でもサンキちゃんの番組を見とるし、なんか話したいなって思いは全然あるんだけど、機会がないのと大勢の中に私が入っていけるほどの度胸がなくて人見知りでいけなくて、そうで言っといて、あのみんなに本当は話したくてきっかけが欲しくて3期の番組も見てるんだけどめっちゃかわいそうな先輩とかわいい先輩どっちか分からないけど、そう話すきっかけになるようにサンキちゃんの番組を見てるし、そうこの前ないないと、あでもカスミンと喋ったことある、それこそカスミンにあのサンキの番組が始まった時に、え韓国語のやつすごくないって言って、そうなんかそういう感じでいけるように全部みんなの見とるよってだから言っといて、あのみんながこう想像してる多分100倍人見知りだから喋ったことがないから、もしかしたら怖いっていう印象もあるかもしれないんだけど、みんなとは一緒にステージ立つことがほとんどなかったから、それが一番の悔いってぐらいみんなのこと入ってきてくれてありがとうと思ってて大好きだよって伝えてて、そう喋ったことないと怖いよね私そうだよね、だから申し訳ないけど私から一歩踏み出せるのはもしかしたらないかもしれないからきっと落ちいな、そうだからそのみんなと話せるきっかけを少
少しでも荒れるようにサンキちゃんの番組は全部見てるよ。そう 2.5 ぐらいね、公演とかも一緒に出れたらね。でね、なんかやっぱ2期もさ別々で公演やってた時って本当に入り混じらなかったじゃないですか。もう別グループなんちゃうかってぐらい別行動だって。でもなんかユニットを合流してユニット同士の後輩先輩が仲良くなって今になるというか、やっぱなんか機会がないと、なんかその一緒になる機会がないと難しいよねって思うよね。私はそれこそなんかニキちゃんと私で妹があったりだとか接点がいっぱいあったりとか、チャートゥーのニキちゃんと本当めちゃくちゃ仲良くなったし、そう今はもうユニットの枠を超えて一緒に公演もしてるから、いろんなこと喋っていろんなことなんか仲良くなれたなと思うし、だからやっぱね今サンキちゃんが昔のニキちゃんぐらい公演も違うとね、だからゆいやあのね、美月さんの卒コンとかがリハーサルとかが全員集合のが始まったらまた機会があるかなみたいなでも私はもうそれが最初で最後になっちゃうから、一緒にステージに立てるのがサンキちゃんたちと、そうそう、でもなんか自分が STU 大好きだから、そんな STU に入ってきてくれたみんなのことはもうとっても大好きみんなも思う道自分らしく楽しく過ごしてって思うそれこそこの前お話し会が終わったタイミング、リアルお話し会で終わったタイミングでレーンから休憩に戻ろうとしたタイミングでミネの後ろをサッチーが通ったんでしょ。楽屋がこっちで楽屋に帰ろうとしてるサッチーが通って、あ今サッチー一人だと思って、一人だっていけるから喋りかけようと思った横にいたアカリンが、おーみたいな、サッチコーみたいな感じでアカリンがもうガサガーって感じ行っちゃって、ああ結構もう3歩踏み出したぐらいだったんだけど、3歩踏み出した私にたあかり気づいてなくて、またと思って、それはだからね頑張ろうとは思ってんだけどねってなんでサチが SNS であかりのこと乗っけてて、はあ私もその時行こうとしてたんだよって行こうとしてたんで、実はあの後ろから3歩あと2歩歩いたらサッチーって言おうとしてたんだよって、3歩歩いたんだよってなんか本当みんなはさこんな私しか知らんからさ、本当に人見知りかと思われるかも。仲良くなったら喋れるというか、一回喋ると喋れるんだけど、自分からこういけるのがなかなか。そうでもそんな後輩たちの方が行きにくいんだから先輩から行ってあげなよっていうのもわかるから、けど私も先輩とこういう人としてすごく人見知りだからそう精一杯頑張ってるってことだけなんかいいやもう話せないからいいやと思ったことは一度もない。今日サンキちゃんに一人には話しかけようみたいな思いながら一緒の現場の時は望んでるけど、楽屋が違うことも多くて、サンキちゃんとはやっぱり一期ドラさん楽屋みたいなそうだからもう話せないからいいやと思ったことはないよっていう、頑張ろうって思う気持ちはいっぱいひひひひひ
ひひひ、あかりんとかは本当に人見知りとかがもうない子だから、そう、人見知り何それっていう子だから分けとうちそう、なんか本当に、まあ、本当に人見知りの火の文字もない子なんですよ。めっちゃあのいいところ、めちゃめちゃ多いでしょ。だから私がどうやって行けばいいかなっていうの、行けばいいじゃんっていう感じの子だからそうそう、分かってるよっていうそうそう、すごいよね。なんか知らん間にイランの人と仲良くなってて、昨日の岩石ホームルームで人見知りしちゃいまして、え、嘘、分かんなかったよ。でもなんかみんなとメンバーと話していく中で、こんなに人見知りってなんか私唯一なのかなってめっちゃ思うなんかひなとかも仲間だと思ってたんですけど、なんかひなって意外にこういう関係なんか あるっていうか、なんか私なんか東京でオフになったとて遊ぶ、なんか東京でお出かけする人もいないみたいなそう、なんかサラピとかはなんか矢の穂と会うみたいな、あ、そうなの、同じ部屋だった時にで、ひなちゃんに、私はひなちゃんしかいないから、ひなちゃん明日東京で一日オフでだけどどっか明日二人で行くみたいな言ったら、ひなも先約あるんよみたいなあ、そうなのってなってそう、だからそう、多分他のアイドルさんたちと多分仲いいから、多分東京で急にオフになったとてなんか誰とかは知らんのやけど、そうすごいなと思っておいしいなと思ってそういう時に、あ、ここまでやばいのって私だけかと思って、一人でしょげてた時はあった。みんなが外出てて、みんな、私はもう一人ホテルのベッドの上でもうんってそう、ひなの交友関係は全然知らない、その感じのところは。でもなんか東京のカフェとかよく載せとるから、東京行っとんだっていう感じね。なんどうやって、誰誰教えて、入れてすごくない？他のアイドルさんたちのかな、なんかフェスとかで一緒になってみたいな流れなのかな、すごいよ。私あまりにも寂しすぎて、サラ、同部屋だったサラビも行っちゃって、でひなも行っちゃって、でその時なんかサーヤンとサヤカリもいたんだけど、そダブルサヤカ2人でお出かけしとって、わしどうしようってなって、あまりにも寂しくて、でもずっと一人だけ1日ホテルにいましたも寂しいから、あの東京に行った STU のスタッフさんと会ったもん私のこういう関係 STU しかないからスタッフさんに何してますか、お昼ご飯食べませんって言ってお昼だから、そうお昼2、3時には帰ってきて、結局半日ぐらい一人だったんだけどそうそうそうでも今は東京に友達がユミコとかいるから、今東京でオフですって言われたら、ユミコって関東にカノンもいるしね、そう、そうか、美月とおきちゃんも上京するもんね、確かに。あ、ピピョーも言ってんだもん、まだ言ってないかと思った、そう、ひなもんね。でもそれこそユミコとかマジここ1週間以内で2時間ぐらい電話しとったよ、この前めっちゃ電話してた、別件っていうか用事があって電話してた、用事っていうか話してることあって電話して
ゆみ子と話すとね長時間になるよ。2時間は結局電話してた。でもそれこそゆみ子と2時間とか電話してという話をした時に誰かに卒業後の方がやっぱ仲良くなるんですねって言われたね。だからやっぱゆみ子と遊んだ時も今日ゆみ子とご飯行きましたとかゆみ子と今日めちゃめちゃ電話しましたって言わないから、わしからしたら仲の良さ何も変わってなくて、いや昔からこんな感じだよってなるけど、言わないとそれは伝わんないよなっていう。そう、卒業したから今はなんか電話したことも嬉しいことだからポリポリ話すけど、その時は話さないから、確かにそれを知らなかったら今の方が仲いいねみたいになるんかなと思って。そう、でも私からしたら全然変わってなくてでも話さないからなと思って、そういうとこにもつながるんだなと思いました。確かに別に隠してることも何もなど隠してないから、ゆみ子と焼肉行きましたみたいなそう、それこそね、ゆみ子の卒業付近もずっと毎日やってたレベルでご飯行ってた。そうだから、その日常だから言わない、日常だと言わないんですよねっていうのを言っていこうの1ヶ月言っていこうの1ヶ月です。だからおきちゃんのことも言っていこう。だからパジャマパーティーしたのもちょっと前だけど、今日初めて言ったけどそう、モーニングは今日の話だから、そうなの。どんどん行っていこう月間。どんどん行っていこう月間。パフ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 。でも一番合ってるのは。おきちゃん。でもこの前葵ちゃんとも二人で言ってななんだっけ、この前あれいつだなんだっけ、なんかのいつだ、最近よ。葵ちゃんと二人でご飯めっちゃ行くんよ。この前は今2月 ?3 月か、多分2月26は2人でお寿司食べに行ってる2月26は2人でお寿司食べに行ってて、でこれじゃないな、どれだ、そう26はお昼に寿司食べに行って、どこか、まあ、そこのから1週間以内にも2人で韓国料理行っててそう、あれいつだ、そう韓国料理食べに行ってて、んでこの前の17の花だれ公園の後もプラスひなで韓国料理食べに行って、その後おいちゃん家に3人で行ってみたいな、めちゃめちゃ行ってる。あ、なんか青木ちゃんと葵ちゃんが結構並ぶぐらい行ってるから。言ってないんだけ隠してないそうだから私ってその日のことをその日に配信で言うタイプなんですよ。え今日みたいな、多分忘れていくんですよねどんどん。あそういえばそうっていうのは言われたと思い出すけど自分から思い出さなくなってって、でそういうご飯行った時って私満足して寝ちゃうから配信しなくてっていうのもあって、でどんどん忘れていって、そういえば行ったで言うとここも行ったよっていう感じに今なってる。そう
おきみっちゅう、あおいちゃん、みなみ4人でもご飯高校最近行ったし。そうでもおきちゃんと2月はその2人でも行ってるから、2人でも動物園も行ってるし、動物園以外にもご飯めっちゃ2人でも2月行ってたから、3月はお互い節約しようっていう今日モーニングしながら、3月はお互い節約行き過ぎたっつってわかるってなって、だからあのでも喋りたいから、こういうたまにモーニングとか、それこそあのアニメ鑑賞会とかはしましょうみたいな、うんっていうので、集まるは集まるだろうけど、ご飯とかは節約そうね、そんな感じだな。でもなんだかんだその中でも一番遊んでないのはひなちゃんなんだよね。でもなんでひなちゃんと遊ばないかって言ったら、遊ばないわけじゃないけど遊んでないかって言ったら、仕事の時ずっと一緒にいるから、うん、本当にレッスン上でもずっと喋っとるし、あのレッスン休憩中とか隣に座るし、お話し会も絶対隣にいるしお話し会でお弁当食べる時も一緒に食べるしずっと一緒にいるから、なんか改めてここで話そうっていうのがもう話しとるっていうか、逆に沖ちゃんとかは2人で絶対月に行くけど、そういう時は一緒にいないから別にね、おひなといるしみたいな。沖ちゃんもなんか喋る、別に喋るけどここまでべったりだけじゃなく話したいってなるしみたいな。そうそう、そんな感じだね。で葵ちゃんと私はよくあのスーパーデートしてる。スーパーデートは特別って意味じゃなくて、あのスーパー、そうなんかよく一緒に帰るんですよ。なんか途中まで帰り道が一緒で、ちょっと遠回りしたら、お互いの帰り道の道からちょっと遠回りしたらスーパーがあって、 そこのスーパーに行くっていう同盟を、同盟っていうか今日行くみたいなスーパーで着いたらじゃあ後でっつって別行動して、お互いレジで終わって、そで葵ちゃんがこの前この焼き芋買ったけど美味しいよみたいな、分かった買うわみたいなさえ、ほいちゃんこの焼き芋おいしいみたいな、私も今日買った、え、食べながら帰ろうよって言って、そう二人でさ、めっちゃ寒い日ね、めっちゃもう数ヶ月ぐらい前だけど、焼き芋こわってホクホクしながら食べて、じゃあねって言って、なんかおいちゃんと二人で食べてる時はいいけど、別れた後一人で焼き芋持ってて恥ずかしい恥ずかしいと思ってしまったよねおいちゃんは私といる間に食べ終わったんだけど、私食べる遅いからさ、めっちゃ美味しかったとか、めっちゃね葵ちゃんがこれ美味しいよ、これおすすめ、このアイスおすすめっていつも教えてくれるの全部買ってる。しなんか葵ちゃんは今日葵ちゃん家行っていいって言ったら、えーとかなくいいよって言ってくれるからちょっとお邪魔しますって言ってお邪魔することも多い。葵ちゃん好き、葵ちゃんはもうみんなから人気だからね、美月さんがもう葵ちゃん大好きだもんだってわしが葵ちゃんとそうお寿司行った時か、お寿司行った時に何かで美月にお寿司行ってることを言って、お寿司いいなって来たんですよ美月が連絡で。だからあなたはお寿司にいいなって言ってるんじゃなくて、葵ちゃんがいるから葵ちゃんに、葵ちゃんがいいなって、葵ちゃんといていいなってことでしょって言ったら、そうって来たからおいっつって葵ちゃんといるからいいなって、お寿司はもう二の次でしょって言ったら、そうって来たそう、めっちゃであの大好きなやみつき葵ちゃんが、そうおもろい。
そうってきたかな。そうはちょっと誤解かも。ちょっとこれはもし変に伝わってたら申し訳ないから、多分ノリとしても言ってくれてるっていうことをちゃんと頭に聞き取れとか。どこだ。あれいつだ。それこそ私美月と葵ちゃんと3人でカラオケも行ったこの前。言ってない言ってないこと多すぎてる。あそう、あねえねえ、私なんか誤解だったら申し訳ないなと思って連絡見て、でそうではなかった。葵ちゃんと一緒だったことに言っているね、にやりって笑っと送ったらそうではなかった、そうだよだったちょっと違ったでもこの前なんかちょっと美月と、あ30分間ぐらい美月とおきちゃんとびっくりドンキーも行った。そうあのそれこそカラオケ配信の前に美月が連絡来て「今どこ?」って来て「今向かっとる」みたいな、「おきちゃんと向かっとる」みたいな、「お腹空いてない」みたいな、「いやお腹空いてるから軽めにカラオケ行く前に食べたいね」って話しとったみたいな、「びっくりドンキー行こう」みたいな言われて「え?」って言ったら「頼みすぎた」って言って。だから「いいよ」って言ってそのおきちゃんで、その待ってる間に3人あの4人席に移動してくれてて、座って美月が頼んだポテトとかハンバーグ食べて、でおきちゃんはお腹空いてたから別でまた頼んでみたいなその後にあのカラオケ配信してた。2日目です、1日目じゃなくて。でも私ビックリドンキ行ったことなかったから。こんな感じなんだねって言った。だから私一人で来るのって言って、次が一人びっくりドンキーは強いと思って、私まだいけんなと思いました。そうだからもうそうね、その後にカラオケで、ポテト食べてるねめっちゃ食べた日だ。そうだからそういう感じで本当にメンバーと会わない日が1週間あったらもう久々ってなるぐらい会ってるから、その日常が日常じゃなくなるっていうのはとてもなんか寂しいなと思いもあるから、なんか大事に一日一日大事にしていきたいなと思えば強いねその部分に関して。ホームシックなりそう。家？今家？家族とはもう離れ慣れてるから。卒業してホームシック、メンバーシック、まあ、それはなるんじゃない？ならない人はいないんじゃない？それは。でもなんか。会おうと芽生えるっていう関係もいいなと思う。もう会えないとかじゃないから。めっちゃ暑いあっつい、暖房とこのパジャマがゆえ、私お風呂入らなきゃ。でもっと6分じゃん、すごく斜めってない信じられないぐらい斜めってない、びっくり。ちょっとほてってますわよ、もうね本当に申し訳ないけど絶対チークなんだよね。最初の私をスクショ撮ってるのは見比べてみ、変わらん絶対絶対チークなんだよね、このここが赤いのは。だって耳が赤くないから、これ私の中で赤くない耳なので、私もっと赤くなるんですよ、こうやって言ったら。
耳は赤くないからホテルほどまでは行ってない。私はチークマンだからチークを濃く塗るんですよ。でもそれをほてってるってなっちゃうから気をつけないとね。チークマンだから塗りすぎちゃう。すごいリップがほぼ落ちとる。ほぼ落ちとる。もう2時間半しゃべるよ。久々だね、2時間半もしゃべったの。よろしくよろしく。久々だね、2時間半しゃべったの。でもなんかあっという間だった。まだ何時とは一個もならなかった。もう何時みたいな。もうってずっとなってた早いね、あっという間だね。言ってる。明日は公演来てくれる方いたらよろしくお願いしますね。楽しみましょう最後まで。うー腰が痛いバイバーイ。誕生読もう。13位佐藤さんパチ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 、12位柴犬さんパチパチ、11位ウェブラックさんパチパチパチ、10位ボブブさんパチパチパチ、9位つよつよさんパチパチパチ、8位ホーユーさん、ミヒンとみんな一緒に最後までがリアンいやーねー、7位あずむしさん、半身行く手配完了、あとは休みしとく。半身あ当たったってこと、休み取ってないの？つえー6位クロさん、5位テリーピーさん、テリーポ、4位エビさん、3位カニエさん、2位パンダムさん、パチパチパチ、そして1位はトゥルルルンテルンリュウさんでした。ありがとうございます。パチ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 。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ、見つけたみのことおしつみひんひゅー、ありがとうございます。兵庫県出身しだみなみでした。ということで今日はみの日、ハッシュタグみの日ツイートお待ちしております。全然一人一個で大丈夫です。見てます。あの得意じゃないよって方全然1個でそれでも嬉しいですまあいろんな発表もあって4月6がみんなにとって忘れない日なんですけど、今何分だ、まあまあ終わりのカウントダウンが始まったというよりかは、最初も言った通り最後までどれだけみーちゃんと笑顔を共有できるか、みーちゃんをどれだけ笑顔にさせるか、お互いどれだけ笑い合えるか、それをみんなが競い合うみーちゃん選手権も開幕しておりますので一緒に笑って笑顔で生きていきましょう。悲しい方に考えてもね、日が経つスピードは一緒ですから、楽しく過ごしていきましょう。ではまた明日早めにタワーも書き終えます。またえもうあと30秒、えんあれさっきアップでまた、ではまたお会いしましょう。じゃあね、あと15秒おやすみちゃん、早く寝てね。おやすみ、私も早く寝るよ。